第15章千島学説の感染症に対する考え方」発がんという現象を説明する前に細菌内視ウイルスによる感染症を千島学説の立場から考え直してみます一般に感染症といわれる多くの炎症性疾患や感冒ガゼなどは外部から病原性のある細菌やウイルスが侵入して起こると考えられています 結核なら結核菌、インフルエンザならインフルエンザウイルス、赤痢なら赤痢菌というように、特定の細菌やウイルスが外部から侵入しない限り、絶対に感染症は起こらないとされています。これらの感染症に対し、人体は外部からの細菌やウイルスの侵入に対して、抵抗力すなわち免疫力を持ち、免疫力が強ければ、 細菌やウイルスが侵入しても血液中の抗体特定の細菌やウイルスに結合して無力化するタンパク質や免疫担当細胞が細菌やウイルスを殺してしまうため感染症は発病しないと考えられています。これに対して千島学説では細菌やウイルスは外部から侵入するだけではなく 人体内部の死んだ細胞から自然発生的に生じる場合もあると考えていますすなわち体の中の環境が悪化して体を構成する細胞の生存条件が悪くなり細胞が死んで腐敗すると死んだ細胞の分解産物から細菌やウイルスが発生し感染症を引き起こすと結論つけていますこれは 現代の生物学の常識をひっくり返す考え方ですこんなことを言うと学会からはい扱いにされかねませんこれは現代生物学の「生命の自然発生は絶対にない」という基本原理に反する考え方だからです千島学説の生命発生論は前述したように生命自然発生論の立場に立っています 最近やウイルスは単純な有機物を材料として今も昔も自然に発生しているという考え方ですすなわち有機物は条件が整えば細菌やウイルスを形成し細菌やウイルスは条件が整えば細胞を形成します逆に細胞は条件が悪化すれば細菌やウイルスに分解し分解した細菌やウイルスは 条件がさらにに悪化すす。れば有機質に分解しますその有機物は条件さえ整えば逆コースをたどってまた細菌やウイルスさらに細胞を形成するというのです腸における造血は生命のある有機物を材料に腸管内で細胞が自然発生的に生成されている過程と考えることができますこのように考えれば 人間の体の中の環境条件が悪化した時に死滅した細胞から細菌やウイルスが自然に発生してくることになります。病理学的に無菌性炎症とか潜在感染と呼ばれている現象も簡単に説明がつきます。無菌性炎症とは細菌が存在するはずのないところで細菌感染のような炎症が起こる現象で潜在感染とは 体内のある場所に何年もの長い間細菌やウイルスが潜んでいてある一突然に炎症性疾患を起こす病態を言います有名な帯状疱疹は代表的な潜在感染と考えられています帯状疱疹は神経細胞の中に水疱うのウイルスが長期間にわたって潜んでおり体の抵抗力が弱った時に再び増殖を開始して 神この場合水暴うのウイルスは実は人体そのものより発生したと考えることもできますコレラやチフスのような急性伝染病やインフルエンザの集団発生の場合は明らかに外部から病原体が入ったと考えられますが 抗生物質付けにになった患者に起こる日和未感染。抗生物質の使用により強い細菌が死ぬと今まで病原性のなかった弱い細菌が増殖して病原菌となり炎症性疾患を起こす病態で抵抗力の弱った患者に多発する菌抗体現象とも言いますなどは細菌は外部から侵入したのではなく 患者のの内部かか。ら発生しししたたと考えた方が正しいいでではないでしょうか腸の内部には大腸菌等の多数の細菌が生息しておりどこからどこまでが病原性のある細菌なのかは明確に区別できませんまたどこからどこまでが人体の一部なかもある意味では曖昧なのです腸内細菌は病原性のあるなしに関腸内細菌は病原性のあるなしにかかわらず実は 人体の一部分である、と考えることもできます。こうなると細菌感染という概念は根本的なな見直しが必要になります。今までの常識では外から細菌やウイルスが入らないようにしていれば感染症にはかからないと考えられておりこのために細菌感染予防の手洗いや清潔操作が非常に重要であると考えられてきました。 しかし、細菌が患者の体内で発生しているのならば、手洗いや清潔操作など、いくらやっても無意味でないにしても、その効果には限界があることになります。最近の病院では、患者の多くに、メチシリン体性黄色ブドウ球菌、MRSA、メチシリンレジスト、アント、スタヒイロコックス、オーレウスが検出されます。 MRSA しばしば抵抗力の弱った患者に致命的な感染症、敗血症、肺炎、腸炎などを引き起こすため非常に恐れられています。MRSA は病院内で患者から患者、ないし医療従事者から患者へ接触感染、触ることによってうつるないししぶき感染、咳や痰からうつるするとされており。 こののような感染の仕方を院内感染と呼んでいます。院内感染を防止するために以前は mRSA 感染症患者や mRSA 補菌者病気ではないが菌が検出される人を完全隔離し清潔操作を徹底していましたしかしいかに厳重に患者と補菌者を隔離し清潔患者と保菌者を隔離し清潔操作を徹底しても MRSA による院内感染を完全に防止することはできませんでした。しかも、時が経つにつれて、患者が重症化すると、効率に MRSA が検出されるようになってきました。このため、最近では、MRSA 感染症患者や MRSA 保菌者の病院内での取り扱い基準は、以前より緩和されるようになりました。なぜ 隔離や清潔操作などの感染防止対策を徹底的に行っても、MRSA の院内感染を撲滅できないのでしょうかその原因として、医師や看護師が患者と接触するとき、面倒くさがって、手をしっかり洗わないことが原因であるというような馬鹿げたことが真剣に議論されています。しかし、千島学説の立場から考えれば、 MRSA の多くは免疫力の低下した患者の体内で自然発生しているのですからどのように厳重に患者や保菌者を隔離して清潔操作を行ったとしても撲滅することが不可能なのは当たり前と言えます要するに感染症の原因は外部からの細菌やウイルスの侵入だけではなく不健康な状態の人体内部に生じた死んだ細胞から 細菌やウイルスが発生することとからも起ここるる可能性があるというのです。これは非常に衝撃的な考え方といえます。私はかねてから日本脳炎ウイルスについて疑問を持っていました。日本脳炎ウイルスは赤いエカと小型赤いエカというたった2種類の蚊によって媒介される恐ろしい急性伝染病ですがこのウイルスは RNA ウイルスで どんな動物から赤いエカへと感染するかは謎とされてきました他の動物から赤いエカへ感染したものだとするとなぜ赤いエカにしか感染しないのかも不思議な現象ですしかし千島学説から考えれば赤いエカの唾液腺細胞が何らかの原因で分解したできた RNA の一部がウイルスとなり 人間に病原性があるのだと考えれば十分説明がつきますこのように千島学説から考察すれば今まで疑問とされていた生物学上の謎が解明できる場合が多くあります千島学説の根本には生命自然発生説がありこの考え方を突き詰めれば東洋医学的な「木」の概念に近くなります すべての根気に,によって血が生まれ地によりすべての生命現象が営まれると考えています気という目に見えないエネルギーから血という有形の生命現象が生じると東洋医学の古典は述べているのですこのような思考法はガチガチの現代科学信望者からは単なるオカルトや SF としか見えないでしょうがこれが 生命世界の真のの真姿なのです最新の物理学の学説によれば無の空間という存在はなく感覚的に無の空間と考えられている場所は物理的な性質を持っておりあらゆるエネルギーが蓄えられ発生してくる源であるとする考え方が有力です。この学説が正しければ 無の空間と考えられている場所には生命エネルギーが蓄えられており、ここから生命が自然に発生してくる現象を千島氏が発見したことになります。この考え方は東洋哲学の考え方とよく一致しています。